父と子と精神の何より、今世界中が疫病のために重苦しい不安な時を過ごさなければならなくなっています。その中で私たちはどのような心で過ごせばいいんでしょうか。聖詠詩編の126聖詠、詩編では127詩編になります。そこでは次のように歌われています。もし主が家を作らないならば、まあ、平たく言いますよ、家を作る人間、私たちは何も生み出すことはできない。大工さんが一生懸命やっても何もできない。またもし主が城を、お城を守らなかったら、私たちがどんなに注意深く戦いの準備をしても、それは何の実りも見出さない。この聖詠の言葉が教えるのは、私たちがどんなに人間として人としての知恵や努力を一生懸命尽くしても、もし神様がその努力を祝福しないのなら、また私たちに助力を、助けを与えてくれないのならば、私たちのそういう努力はみんな何の祈りも無駄になってしまう。それを教えているんです。ただ忘れてはならないのは、だからといって私たちが人間の知恵で、人間の努力でできること、それをそれぞれの生きる場で何もしなくてもいいということではないと思います。ですから今世界では多くの人たちがこの疫病の蔓延を何とか止めるために、さまざまな知恵と努力を傾けています。しかしそれでもそれは無駄なことではないでしょう。それでも私たちにとって大切なのは、まず第一に祈ることです。私たちは教会の人間です。教会に結ばれたキリスト信者です。私たちの一番力強い神様への祈りは、大勢の信者が一つところに集まって手を挙げ声を上げて神様に祈ること、それが一番大きな力になります。しかし今の状態の中ではそれはできません。私たちは
魂の大いなる平安を得て、神様の祝福を感じてその場を立ち去るかもしれませんが、もし私たちのその集まりの場が病気を移してしまう場となってしまったならば、その結果は私たちだけにとどまらず、この世界中にクリスチャンであろうがなかろうが、どこの国の人であろうがなかろうが、そこへと少し伝わっていくんです。そのことによって病気の苦しみで倒れる人たち、